皆さんこんこにちはやりでですす誰ががハゲじゃんデコが広いだけですシールエクステなんですけれどもえっとこれ見えるかしらこれ見えるかしらこれ見えるかしらこのシールエクステがあのー、結構取れるんですねでなんでいつも三つ編みなんですかって言われるんですけどエクステは絡むのであのいつも三つ編みをして寝たりとか三つ編みして出かけたりとかしてたんですがでこれを。 どう取ればいいか皆さんによく聞かれるので今日はこの取り方の説明をしていきたいと思います取、まあ、らなくてもいい部分が何個か残ってたりするので、まあ、そこは後々取っていこうと思うんですけれども今日は1本だけこれが一番なんか見やすいからいいかなでもこれもそんなになんかまず取れてきたかなって思うのはここのね何ていうの まあ上の部分があるんですねこの上の部分がちょっとこうペロンってなってたら剥がれてるというか取れてる感じなんですよ。でこれがまだ取れてないんだけども、まあ、こんな感じでわかるかなこれちょっと広がってで私原色と,えっと自分の地毛の色に近い色を混ぜてるのでわかりにくいと思うんですけどまあ今日はこれを。 取っていいいきたいと思います、えっと、私はいつも本当に適当に自分でやってしまうのでちゃんとあの美容室に行ってあの1本50円とか、まあ、全然そのお店によるんですけどあの取ってもらえるので全然家で外さなくても大丈夫なんですけどあの家で、ね、もし取れかかってどうしようベタベタやだなとかちょっと中途半端に取れちゃったらどうしようっていう時の対処法として見ていただけたらなと思います。用意するものが はいコットンと、えっと、100均で売っているアセトンが入っているリムーバーこれだけです。はい、これアセトンの力で落とすのでアセトンが入っていない、えっと、ジェルネイルとか、まあ、除光液なんですけど、まあ、これジェルネイルも両方できるリムーバーになっててでえっとですねこれはまあ除光液だったらアセトン入ってるので落ちるかなと思います。 でえっと、私いつもコットンは特に使ってないんですけど、まあ、口コミとかだとコットン使った方が、まあ、無難に綺麗に剥がれしやすいらしいで、えー、っとまずコットンにこのコットンねあれなんですよ両耳がないタイプのコットンだからちょっとケバケバしてもしかしたら髪の毛についちゃうと思うので、あのー、もしこれを取る時は。 逆に耳のあるコットンの方が絶対いいと思いますまずこのコットンにアセトンを湿らせていきますこれは本当にまんべんなく湿らせていきますここに間に隙間とかが空いていたらここにちょっと浸したりとかしながらですね挟みます普通に挟んでくださいこれを挟みます 挟んで挟んでちょっとひたひたするぐらいにしてしまったのでもう一個何も濡らさないで上からひたひたをなんだろうあのビタビタってならないようにでこうやってグリグリグリっとやってくださいでそうすると、まあ、一応様子をこう見つつねのりに入ってくると思うので。 多分ベロンと剥がれるんですね。はい。よいしょ。ちょっと待ってね。で、えっ、ー、と、こうやって。あの、無理に引っ張ったりは絶対しないでくださいね。ほんと、こ、こんな感じで。で、こう、ちょっとやっていくとですね、ここ剥がれてきたの見えるかな丸まって剥がれてきたのがわかると思います。こんな感じ。 これを繰り返しますで分かったかなこれ剥がれたの今ここ剥がれましたなのでこれをまた繰り返してここののりが残っちゃうと次のあのー、エクステつけられなくなっちゃうとか、あのー、すごく大変になっちゃうのでこののりを残さないようにくるーんとはいこれがでちょっと今見せますね 節を通して本当にあののりが残っていないかちゃんと自分で確認をしてでベタベタしなければのりが残っていないということであのそのまんま配置に戻して大丈夫です取ったエクステなんですけれどもはいこちらでございますよいしょと、はい、あこれ分かるかなのりこれがベタベタの 残っちゃうのりなんですねでこれが残っちゃうとあの次の接着面とかにも影響するのであのお店でつけてもらう時は絶対にあのこののりが残ってないようにしていかないとあの別途シャンプー台とか取られたりとかするのであの自分で取る時はですねこんな感じであの接着面が最初こんな感じでくっついてたんですね。 こんな感じでくっついたんですけどこれがベリベリベリってアセトンで剥がれて今こんな感じになってます無事エクステが取れました本当に簡単に100均のものだけで簡単に取れるんですけれどもあのー、やっぱり紙にはあんまり良くないかもしれないので、まあ、一応私は本当とにあのお友達の美容師さんから聞いてあの一番対処法としてはアセトンを つけるといいよって言われたのでこれを使ってあとは美容室の,あのトリートメント業務用のトリートメント今は使ってるんですけれどもまあ自分で剥がさなきゃいけなくなっちゃったりとかもうねここまで結構もう次元もねここまで結構伸びてあのそうですねクステももうあと2 3 0本ぐらいかなってなってきたらまあ自分で剥がしたいなって人はこれを使って剥がすこともできるのであとはシャンプーをして終わりです。 はいということで皆さん是非100均の道具であのシール X スで外せるのであのもしねこう引っ張って取っちゃったりとかあのこのベタベタが取れないんですけどどうしたらいいですかっていう時まあもう美容室行くにもお金がなかったりとかっていう時にあのこの100均の道具でも取れるのでよかったら皆さんやってみてください。ということで盛り上りでした。 バイバーイ今日もご視聴ありがとうございましたチャンネル登録ボタンはこら辺に出しておきますそして過去の動画はこら辺に出しておきますはい久しぶりにこのチャンネル登録ボタンはって言ってるのですごい新鮮な感じがするんですけれどもマリアリでしたバイバーイ